北口うぐいす谷に駅は東京都台東区根岸市一丁目にある東日本旅客鉄道の駅である。駅番号は京浜東北線が JK31、山手線が JY06。東北本線において東京駅から帰算して乗り換えのない最初の単独駅でもある。乗り入れている路線は線路名称上は東北本線1路線のみであるが、東駅には 電車線を走る京浜東北線電車及び山手線電車のみが停車し、旅客案内では東北線とは案内されていない。また当駅は特定特市内における東京都区内及び東京山手線内に属する。うぐいすなに駅周辺の白黒空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成 JR 東日本ステーションサービスが駅業務を自宅している上野駅管理の業務委託駅。島式ホーム2面4線の地上駅である。北川市街地と上野公園を結ぶ立橋がこれらをまたいでいる。出口は北口と南口の2カ所がある。北口は地上駅舎のようになっているが南口は京上駅舎になっている。 南口の駅舎は1927年に作られた。緑の窓口はないが、南口に設置されている指定席券売機で指定席券などが購入できる。駅名のうぐいすにあやかって朝の時間帯にはプラットホーム上のスピーカーからうぐいすの鳴き声を流している。京浜東北線快速運転時間帯は全列車が当駅を通過するため、 この時間帯に乗り降りできるのは2.3番線の山手線のみである。中距離電車はホームがないため全列車が通過する。そのため、当駅を含む上野駅日暮里駅間に特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例が設けられている。2020年度の1日平均乗車人員は17,913人である。山手線の駅の中では最も少なく、 京浜東北線の駅の中でも上中里駅、新高安駅に次いで3番目に少ない。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。駅の西側は上野恩賜公園の北側に位置し、高級住宅街の上野桜木や東京芸術大学の最寄り駅である。関栄寺、東京国立博物館、国際子供図書館、大名土計博物館。 東京文化財研究所が近い。例年、七夕の前後3日間に下谷七福人と、東駅近郊の商店街で、入谷朝顔市が開かれ、下町の夏の風物詩としてにぎわう。東側は、屋台や居酒屋が点在し、ホテル街を形成している。小さな路地が多い。警視庁の犯罪情報マップによると、山手線の待機と比べても治安は、悪くない。 上野駅入谷口うぐいす駅入谷駅のエリアは警察のパトロールと監視カメラが強化されている。うぐいす駅構内でのキャッチセールスなども固く禁じられている。駅正面にラブホテルがあるが風俗店舗そのものはない。近年古い建物は次第に姿を消し新築マンションが竣工されている。東京芸大や専門学校の学生、マンション購入者の家族が多く、 北口は上野桜木の住民も多い。最寄りの停留所は、ととい通りにある、都営バスのうぐいすに駅前と、下谷2丁目及び、台東区、コミュニティバス、メグリンのうぐいすに駅北、うぐいすに駅南、クルーリ、メグリンの根岸三3丁目となる。出展広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。